4日間の予選もあと2レースとなりまして、11レースのメンバーが登場しました。予選競争の11レースです。対戦メンバーは1号艇池田浩二、2号艇三島誠司、3号艇吉川義次、4号艇浜野谷健吾、5号艇赤坂俊介、6号艇荒井翔吾、以上の6選手です。ゆっくりとインに向かっていきますのは1番人気に押されました1番の池田浩二です。4着に入って 6.00、 できれば3着に入りたいところです。2コースには2番の三島誠司が入っていきます。3コースには3番の吉川義次向かいます。人気の相手となりましたのが4番の浜野谷健吾、角位置4コースになっていきそうです。このレース2着に入りますと準優1号艇が決まります。引っ張っての角、そして5コースには5番の赤坂俊介です。1番外6コース、地元東京支部の6番荒井翔吾、2着権利となりました6番の荒井、1番外6コースからです。陰線1番池田から4番浜野谷へ人気は集中しました。予選競争の11レースです。風はスタートラインに対して追い風3メーター前後、川の流れは止まっております。新入園から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角1、4コース、そして内側1番池田踏み込んでおります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番池田の先回りなんですが、お知らせいたします。2選手フライングです。1番の池田、4番浜野谷、1番4番はフライング変換欠場となりました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番の池田と4番の浜野谷、1番4番はフライング変換欠場となっております。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1周にマーク回ってきまして、抜け出しましたのは2番の三島、その後ろ2番手3番の吉川、3番手ですけれども6番の荒井が内側、外側には5番の赤坂。レースは2周回目1マークへと入っていきます。2番手ですけれども6番荒井が先前を離したかったところを3番吉川が抑え込み差し込んできました。5番の赤坂バックストレッチに入っていきまして、2番手は3番の吉川守っていまして、3番手2停身差で5番の赤坂です。前の体勢ですが2番3番5番の体勢で2周2マークへと移っていきます。先頭は2番の三島誠司、2周にマークをクリアしていきます。その後ろ2番手が3番の吉川義次、3番手5番赤坂俊介と回っていきまして、ホームストレッチに折り返してきました。2番、3番、5番の体勢は変わらず大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。なおこのレースは2選手フライングに散っております。1番の池田浩二と4番の浜野谷健吾、1番4番はフライング変換欠場となりました。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。最終1マークから最後のバックストレッチに入っています。前の体勢変わりません。2番、3番、5番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。このままいきますと今節初勝利となります2番の三島誠司、最終ターンマークをクリアしています。2番手が3番の吉川、3番手5番の赤坂、2、3、5で間もなくゴールを迎えていきます。先頭は2番の三島です。今ゴールイン、2番手3番吉川、3番手5番の赤坂ゴールイン、ラスト6番荒井ゴールインしております。以上予選競争11レース。なおこのレースは1番の池田、4番の浜野谷、フライング変換欠場となっております。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。